はい、よろしくお願いします。今回は中学校3年生の教科書1章の内容のテスト対策動画やっていきます。で、今回この5問の因数分解の問題やっていきますので、まずここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に不安なのとかわかんないのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ早速ね、1番からまずやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ、テスト対策動画なので、基本的な因数分解の公式とかはまあ分かっているという前提で説明していきます。で、最初なんですけど、これね、結構テストで見るパターンで、基本的にね、因数分解のテストの時っていうのは、2乗、なんとか x、なんとかみたいな。つまり2乗を、1個、まあ、x2 乗、x がついてないっていう順番。これが一番見る形ですよね。で、そうじゃない順番にしてくる問題は結構出てきて、こうなったら、まずはね、見慣れてる順番に書き換えるといいです。もちろんね、1行目から解けるよって方は全然書かなくていいんですけど。で、こっからです。で、これ、分数のあるやつね、ちょっと厄介なんですが、自分がよく言うのは、最初と最後、この順番に書いたときね、最初と最後が何かの2乗になってるかをチェックします。で、最初は今当然 x の2乗だよね。これの2乗。4分の1っていうのは、2分の1の2乗になってますよね。最初と最後が2乗になっていて、真ん中が、これとこれと、それに2をかけたものになってる場合、で、今なってるんですよ。x と2分の1と2をかけると、x になってるから。その時は公式が使えて、今、囲ったね、x と2分の1を入れます。で、真ん中がプラス、ここ見ます。真ん中がプラスだったら、ここがプラス。ここがマイナスだったらマイナスです。これの2乗と。これで終了です。もしやってみて不安だったら、もう一回これを展開してみるといいです。で、戻ったら OK なわけだからさ。といった感じ。まあ、分数が入ってるやつはね、結構出てきます、テストで。よいしょ。で、2番からはちょっと特殊なタイプの問題が続きます。で、まず2番なんですが、もう x2 乗がない時点で、この公式使えないんですよね。全くもって。じゃあどうするかっていうと、これはくくり出しっていうのを使っていきます。くくり出しね。で、x とは最初、まあ4つ、今、1、2、3、4って4つ項があって、前の2個とかで見るんですけど、x と y で今何も出せないじゃないですか。文字も同じの使ってないし、数字もくっついてないし。じゃあ、使えそうな x と xy でいきます。いい？で、まず並び替えましょうか。x、マイナス、xy、プラス、y、マイナス、1です。まあ、順番変えただけね。で、前2つ。ここで、x でくくり出します。そうすると、x から x を取ると1が残る。これ気をつけてください。で、後ろはマイナス、y。で、この後ろ、ね、何も出せないじゃんって感じがするんですが、わざとマイナスでくくります。まあ、マイナス1だね。そうすると、マイナスが出てくるんで、マイナス1、まあ、本当はね、マイナス y プラス1になるんですけど、この順番で書きます。本当はマイナス y プラス1なんだよ。まあ、順番変えただけね。でね、まあ、察しがつくかもしれないんですが、カッコの中が同じになるんです。これがポイント。だから、そのまんま言ってしまうと、y-1 なんで中身が違うんですよ。いい？だから、同じにするためにマイナスでくくったんです。そうすると何ができるかっていうと、こうなった場合、今これ一つのセットね、ここ。くっついてるから。で、これが一つのセットです。1マイナス y が共通なので、これをカッコ丸ごとくくり出すんです。前に。で、本当は前に出すから、1-y を出すでしょ。で、残ったものを後ろのカッコに詰め込むので、こっから 1-y 取ったら x 残るから x なんだよ。こっから 1-y 取ると、マイナス1ね。が残ってるから、こうなるんです。で、これでも全然丸もらえるんですけど、一応 x がくっついてるのが前のカッコの方が綺麗なので、まあ、順番書き換えて、x-1、1、マイナス、y となって、これで終了となります。この問題よく出てきます。この2番ね。まあもちろんちょっとプラスとマイナスが違ったりすることはあるんですが、いいかな、このカッコ丸ごとくくり出すっていう技をね、ぜひ覚えてください。で、3番です。で、3番はですね、
これが、まあ、X プラス Y の2乗になってるんで、ここまず展開して綺麗にしていこうかなって感じでもいけなくはない。かもしれない。けど、やっちゃダメなんです、展開。どうするかっていうと、これはですね、またちょっと似てるんですけど、ここ。マイナス 2X マイナス 2Y の部分だけ。この部分だけ見て、マイナス2でくくるんです。そうすると、ここまだいじりません。このまんま。マイナス2でくくると、X プラス、y が残ります。で、プラス1度。こうなるよね。で、カッコの中身が同じなんですよ。x プラス y って。で、慣れてきた場合は別に置き換えなくても構わないんですけど、この x プラス y っていうのをね、例えば好きな文字使ってください。まあ、今、ラージ x、大文字 x のことね。ラージ x と置きます。自分で。そうすると、この部分が x2 乗に変わります。で、ここがマイナス 2x ですよね。で、プラス1となって、一番シンプルな公式が使える形になるんです。ラージ X って置いたことによって。で、これは公式使って因数分解すると、X マイナス1の2乗です。で、これ慣れてくるとね、まあ、こうやって置き換えて解いたりしてもらえると思うんですけど、やっちゃいけないのは、これを回答欄に書くこと。何がダメって、このラージ X 自分で作ったやつだから、これもちろん答えで書いたら罰食らいます。じゃあどうするって。最後に戻せばいい。X プラス Y を。このラージ X っていうのは自分で置き換えたものなので、最後にまた戻す。で、戻してあげると、そこの部分が X プラス Y で、マイナス1となって、これが答えになります。さっきも言ったように、慣れてきたら、これ一塊で考えればいいんでしょ？ OKOK。でもいいんですが、まあ、慣れるまではぜひ置き換えた方が変な計算ミスとか、ね、ボンミスが出なくなりますんで、こんな感じでやってみてください。で、4番ですね。個人的には4番が今回一番難しいのかなっていう印象はあります。自分でやっててね。で、これどうするかっていうと、これね、答えのアプローチちょっと何パターンかあるんですけど、これと似てます。2番と。くくり出していく。で、今、最初 A3 乗と B2 乗 C。まあ最初の2個まず見てみるんだけど、何もくくり出せないんですよね。文字も違うし。だからさっきと同じで、1番目と3番目で一回やってみます。いい？ちょっと並び替えましょうか。A3 乗、マイナス、A2 乗、C。これ書きました。で、残りを書きます。B2 乗、C と、マイナス、AB2 乗。で、まあくくり出してみます。前の2個で。これは、A の2乗が共通になってるので、A の2乗、括弧、3乗から2乗を取ったら A が残ります。後ろはマイナス C が残る。で、ここです。これも B2 乗が共通なんですよ。だから B2 乗でくくろうってやると、カッコの中身が C マイナス A になります。これちょっと、ね、書き換えると、マイナス A プラス C なんですよね。で、さっきと同じで、カッコの中身を同じにしたいんですよ。惜しいよね。こう見ると。じゃあどうするって言ったら、マイナスをくくればいい。一緒に。これを B2 乗だけじゃなくて、ごめん、マイナスも一緒にくくれば、この中身の符号がこう変わるんで、同じ A-C になると。いいかな？ちょっとごめんね、揺れちゃった。つまりここで、こうなります。で、こうなったらさっきと同じです。カッコ丸ごとくくればいいから、A-C をくくる。で、後ろに残ったもの。こいつから残ったのは A2 乗。こっちから残るのはマイナス B2 乗が残ると。で、ここまでやっていくと、まあ、これとあんまり変わんないですよね、やってること。だから、いや、難易度的に同じじゃんって感じがするんですが、これ非常に気をつけなきゃいけなくって、ここまでやっても結構達成感があるんだよ。おっしゃ、できたみたいな。これ罰なんです、これ。で、何がダメって、後ろの括弧、A2 乗マイナス B2 乗って、これまだ因数分解できるんですよ。公式で。2乗引く2乗だからね。だから、それも、すると、こいつがね、どうしようかな、こっちか。こいつ、因数分解すると、まあ、公式で、これと同じです、これが。で、まあ、あとくっつけて書けばいいんですけど、まあ、これは A と B と C だから、まあ、順番、あんま気にしなくていいか。ただ、まあ、AB がついてるから、そっち先に書こうかな。だから、A 足す B、そして後ろ、A マイナス B、そしてこの A 引く C をつなげて、これで終了となります。いいかな。このね、因数分解をこうやってった後に、終わったって思うかもしんないんだけど、その括弧の中身まだできないかなっていうチェック。
をする癖をぜひつけてください。すごくもったいないんだよね、ここ。あと1行じゃんみたいな感じになるんで。まあ、ひとまずこんな感じでやってみてください。これ、カッコの順番気にしなくていいからね。バラバラでも絶対合ってるからね。順番違くても。で、ラストです。5番。で、これに関しては、まあ、これは、くくり出しを使っていくんですけど、ここの、まあ、また前2個見ます。で、これくくり出し2番できないんで、あ、この最初の2個見てもくくり出しはできないんですけど、因数分解普通にできるんですよ。これ。なぜかっていうと、QX2 乗が、3X の2乗だよね。で、1はもちろん1の2乗なんで、2乗引く2乗になってるんですよ。だから、前の2個、あ、因数分解いけるなと思って、まず書いてみます。3X プラス1と、3X マイナス1。で、こっちできたから、じゃあ後ろちょっと見てみようと。で、まあ6と2だから数字の2がくくれて、で、Y もくくれますよね。で、普通にじゃあまず 2Y でくくってみようかなって言ってくくるんですよ。こうやって。そうすると、ここが、マイナス 3X が残る。で、こっち、プラス1が残りますよね。あーっと、って見てったときに、惜しいんだよね、また。で、こっちが、また同じ共通のね、同じ括弧を作りたいから、あ、3X だから、これ、マイナス邪魔だなと。じゃあ、マイナス1もくくって、さっきと同じです。マイナスも一緒にくくれば、中の符号が両方変わるから、こうなる。そうすると 3x-1 が共通になるんですよ。だから 3x-1 をくくって後ろの括弧に残り物を詰めると。で、こっちは 3x-1 を取ったんでこれが残る。で、まあ括弧外しちゃっていいです。 3x プラス1が入る。で、こっちは -2y が残ってるからこうなります。で、これでもまあ、罰食らわないと思うんですけど、まあ、XY っていう順番で書いた方が綺麗だと思うので、この部分。よいしょ。3X マイナス 2Y。どこだっけ?あと、プラス1か。プラス1と、こうやる。で、一応、括弧の中身見て、もう因数分解できないかな?できないかなってチェックするんだけど、もうできないので、これで、丸という流れになります。いいかな?今日ちょっとね、特殊なパターンが非常に多いんですが、特にこれに関しては、自分今、ここで A2 乗をくくったんですけど、違うくくり方をして、アプローチが違う風に持ってっても、最後は絶対同じになります。だから、あれ、私はこういう風にくくってないんだけどなって思う方いるかもしれないんですけど、それは気にしなくていいです。アプローチが違うだけなんでね。ひとまず、ゴールがちゃんと一致してれば、それは問題ないので、まあ、こういう風に解くんだっていう参考にしてみてください。では今回は中学校3年生の教科書1章の内容のテスト対策やらせていただきました。最後までねご視聴いただきありがとうございました。では引き続きまあテスト対策取っていきますので、もしよかったら次回の方も見てみてください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。